ドクターレシピ。やっぱりダイエットは誰もが気になると思うんですけれども、やっぱ世の中の人たちはね、楽をしたいですから食べてダイエットしたいわけですよ、まあ、そんなことができるのかっていうのをね、先生に伺いたいなと思いまして。できます。それはですね、ブロッコリーなんです。ブロッコリー。はい、ブロッコリーでダイエット。はい。ブロッコリー、この中に入っているトゥルロラファンがエネルギー代謝を調節する酵素、これを活性化してくれるんですね。だからうまくエネルギー代謝を調節して脂肪がたまらないようにするんです。調節してくれる役割なんですね。そうですね。ブロッコリーはね、茹でるとあまり良くないです。栄養成分のかなりが失われちゃう。失われるので、加熱するときは電子レンジみたいな。あらまあ、今日ちょうど電子レンジです。あ、電子レンジ。よかった。よかった。これはもういいです。あと次は、しいたけ。しいたけ。キノコとかってどうですか？食物繊維が多いですよね。うん、ですから、あまり太りにくいお腹にたまる。あ、いいですね。めんつゆ、はい、小さじ4、小さじ4を入れます。生姜がいいんですよね。そうです。よろしく。小さじ2分の1、うん、あとお酢、はい、お酢もなんかいいんですよ。そうですね、酢もですね、体脂肪の生成を抑えてくれるんですね。あ、みんなで生成を抑えてくれますね、はい、ブロッコリー。抑えていこう。じゃあ、お酢少しなんですけど、小さじ1杯ね、入れていきます。はい、これ軽くちょっと生姜とか全体に混ぜて、はい、ラップでレンジ600ワットで2分加熱します。レンジでいい、うん、レンジの方がいいですね。レンジの方が、茹でる方、茹でるよりも、はい、レンジがいいです。でもね、違うの、まだレンジかけないといけないものがあって、でもすごい、めっちゃ椎茸の匂いする。ちょっと一旦これでレンジもう一個が、こう簡単にできる玄米ご飯。玄米ご飯、白米じゃなくて、はい、玄米ご飯、レンジでチンするのが簡単にあるので、これもちょっと温めてますね。普通の白米より玄米の方がダイエットに向いてるんです。あ、それなんでですか？この中の成分がですね、栄養価の高い成分が脂肪の蓄積を防いでくれるという成分がありまして、あー、でももう美味しそう。そうなんです。本当美味しい。いや、美味しいんですよ、これ。いただきます。うん、美味しい。美味しいですよ、先生。めっちゃ美味しい。ということで、本日のドクターレシピはズボラダイエット混ぜご飯でした。よかったら CBC テレビのチャンネル登録のボタンを押してみてください。動画のコメントでお悩みも募集しています。そしてすぐに使える健康情報が満載の元気の時間は、毎週日曜日の朝7時から CBC TBS 系列にて放送中です。ぜひチェックお願いします。